イコンチョピカーですけどね、ドリフトをやっていきたいと思います。アセットコルサですね今日はね。結構ね難しいと言われているアセットコルサで戻っちゃった。あ、見てた難しい。これでちょっとねドリフトをチャレンジしていきたいと思います。ちょっとね簡単なやり方ねが大体分かってきたんでね、それを試すっていうのと、あとはねハンコン、今はね普通のベルトドライブなんだけど、ダイレクトドライブのハンコンにも変えてね、どっちがやりやすいかとかっていうのをインプレッションねしていきたいと思います。おお、決まった決まった、かっこいいね。あ、やべやべ、あー、スピンした。はい、ということでやっていきます。はい、乗ってきました。車スープラですね。で、コースはアセットコルサ純正のドリフトコースですね。アクセル、ブレーキ、クラッチありで1,2,3,4,5,6 速自動だね。で、それにサイドブレーキがついてるっていうね感じになってます。サイドブレーキはちょっと待ってすげえパワーあるサイド引かなくても回っちゃうじゃん。サイド入ってるよね、入ってる。下のトルク全くないんだけど、これ大丈夫かエンジンがエンストするさあ、これでねちょっとドリフト初心者の俺がドリフトしていこう。おお無理無理無理、めちゃくちゃ難しいんだよ。まあこうセルフステアって言って、ハンドルはね勝手にこうカウンターを当たるんだけど、これについていけないっていうか順応できない回っちゃうじゃん。でもね、最初みんなこうなっちゃうと思うんだ。でも安心してください、ここね見て、ここ打角をめちゃめちゃ抑える。これね、この間から言ってんだけど、アセットコルサね、すげえ難しいなと思ってたら、アセットコルサもね、いろんな設定あるけど、単純にね、打角を抑えると、40。打角をね、4割に抑えるとどうなるかっていうと、ここまでしかいけないのね、ロックトゥロックが。わかる？こっから、ここまで。まあ、360度よりちょっとあるぐらい。うん。だから、つまり、こうね、カウンターを当てるときに、持ち替えが必要ないってことなんだよ。こっからここまでだから、ほぼ持ち替え必要ないわけ。だから、カウンターがすぐ当てられるっていうね。ヒュッて曲げてって、カウンターヒュッて当てられるっていう。フルでもね。それが、ね、簡単にする、要素だね。ちょっと低上炎みたいなやつをやってみよう。あ、戻っちゃう。返してサイド引いてクラッチ蹴って、これ難しいね、この車。まあてな感じで、まあできなくはないかな、できなくはないかなって感じだね。するの簡単なのかな。一回して、難しい、もうちょっと長く引いて、サイドサイド引いて、何が悪いのこれ。ちょっとサイズ引いて、サイズ引いて難しい難しい。これが果たして、これがね、これが果たしてハンコンを変えてね、綺麗にできるようになるかどうかっていうのをね、ちょっと今からねやってみたいと思います。はい、
じゃあね、ハンコン変えます。大丈夫これ、できてる？できてないよな俺。はい、ちょっとねここに注目して、筐体をねハンコン DD1 に変えました。 4PS4 ね。もうなんか傷だらけになってる、手が傷だらけになってるけど、めっちゃ時間かかってるからここまで。はい、じゃあちょっとね軽くドリフトしていこう。やべえ、あ、やばいやばい、めちゃめちゃやりやすい。何これ、いや、アホみたいにやりやすい。何これ、全然正確じゃない。うわ、すげえやりやすい。ドリフトアングルがね自在に決められる感じ。やばい、ちょっと俺が下手くそなだけだけど、いや下手は下手なりにめちゃめちゃやりやすいよ。ほら、何これ、何これ、全然違う。ほらほらほら、分かるでしょ、見た目にこのやりやすさ分かるでしょ。ねまずね、こうセリフツヤがね全然当たる、こう綺麗に最初のとこね、こうドリフトの振り出しのところが、振り出しのところ、こうね最初のこれのハンドルのカウンターのこれ、これめちゃめちゃ正確に当たる。もうだからほぼほっといていいんだよ。だから実写と同じだよね、まあ、これね俺あの、まあ、DD1 に変えた時の動画あるけど、まあ、このセルフステアがねめちゃめちゃ正確に当たりますっていうのは言ってたんだけど、こうドリフトするとね一番よくわかる。あと このアングルのね調整がね、アングルを変えられる感じが、いやぶつかったけど、すごい、これ伝わってるかな、俺みたいな下手くそで下手くそのが伝わるんじゃないと思って俺がやってんだけど、ほら明らかに直撮りが、明らかに直撮りがさっきに比べてスムーズじゃない、うん、セルフステアだけじゃねえな、やっぱなんかやっぱそのハンドルに対しての正確性っていうのかな、あーやっぱフォースフィードバックだな、やっぱフォースフィードバックの正確性がやばいな。だから最初の振り出しのこういうとこね、カウンター当たるじゃん、カウンター当たってからのなんていうのかな、カウンター当たった状態でどっちに行くかっていうのを、まあ、カウンターで決めてるわけじゃん、カウンターの、まあ、まあカウンター当たりながらフロントタイヤで行く方向を決めてるわけじゃん、このタイミングね、このタイミング、この瞬間、それで行く方向を決めるわけなんだけど、その時に結構こうハンドルの重さって大事で、この時ね、だからドリフトのライン取りを、まあ、結果的にはこうね直取りのこうライン取りがすごいね、こうどこへ行くのかっていうのがすごい決められるのが正確に、あーなるほどね、そういうことか、うまいやつが言ってたんだよね、ドリフトで DD だとドリフト全然違いますよって。確かに、むしろね普通に走るよりも
ドリフトの方が DD の恩恵はあるな。すごいすごいすごいわ。もうずっと感動しっぱなしだけど、俺大丈夫かこれ感動しっぱなしだけど、はい、ということでちょっとね峠走ってみよう。峠走りたくなったわ。はい、秋名峠来ました。ここでドリフトしていこう。できんのかこれ。早いドリフトできないから。よし、いい感じ。難しい、狭いわ。難しいな、こういうとこどうやってやればいいの。あ、基本的なことは分かってない。はい、ということでね、やってきましたけどいかがでしょうかね。いや、ダイレクトドライブがあまりにもすごいなって。あのね、まあ、普通に走ってる分には感じないんだけどね。やっぱすげえな、本当にすげえ、本当にすげえ。あ、この効果たるや絶大だわ。まあ、ことドリフトに関して言えば、多分競技レベルになったらもう必須ってなっちゃうぐらいの違いがある。まあただ慣れてね、他のやつでもできるって人はいっぱいいるかもしれないけど、パッて変えても正確性が増したりとか、やっぱそういうことあると思うな。うん、ドリフトの正確性がね、まあ俺ドリフト素人ながらにそれはめちゃめちゃ感じたね。ハンドルのこの通ってる場所っていうか、すごいわ、すごい、本当にすごい。もう練習しようっていう感じがしますね。まとめると、シミュレーションドリフト初心者の人は打角ね、打角、まあね、DD でもこうしてんだけど、ロックトゥロック、このぐらいね、このぐらいがやりやすい。まあ、ここまででドリフトできちゃうからね、ここまででね、それすごい大事だと思ったわ。で、慣れてきたらちょっとずつこうね、打角を増やしていくっていうね感じでいいと思うんだよね。それができるのがシミュレータードリフトのいいとこだなって思いました。で、まあ欲を言えばね、
ほんとね、ドリフトの人以外にはね、あんま進めないんだけど、ドリフトの人だけはね、DD やっぱいいと思うわ。明らかに違う。競技との質が変わっちゃうぐらいの、いや、かなり違うもんだと思った。うん、それはね、今日初めて感じたね。ということでね、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ドリフト楽しい。